ホタカ連邦とかっぱ橋、上高地を代表する写真の構図である。上高地とは、長野県西部の日田山脈南部のあずさ川上流の継承地である。中部山岳国立公園の一部ともなっており、国の文化財に指定されている。標高約1500メートル。全域が松本市に属する。上高地の名称は本来、上垣内の漢字表記だが、後に、 現在の上高地の漢字表記が一般的となった。上垣内とは、穂高神社の祭神、穂高み命が穂高岳に降臨し、この地で祀られていることに由来する。温泉があり、穂高連峰や槍ヶ岳の登山基地ともなっている。奥穂高岳山頂から見下ろす安佐川上流部の上高地と対象地上高地の概略図上高地は、飛騨山脈の谷間にある。 大正池から横尾までの前後約 10km、幅最大約1キロメートルの堆積平野である。かつて、岐阜県側に流れていた安佐川が、小竹火山群の白谷山の噴火活動によって、せき止められ、池が生じ、そこに土砂が堆積して生まれたと考えられている。競技にはこの平野のうち、観光名所として知られるかっぱ橋の周辺だけを指す、場合もある。 この高度でこれほどの広さの平坦地は、日本では他に例が少ない。気候的に山地帯と阿高山帯信用樹林の境界線付近の高度に位置しているため、ブナミズならシナノキウラジロモミシラビソ東皮など、両者の森林の要素が混在し、さらに柳類やカラマツを中心とする河川林や、湿原が広がるなど、豊かな植生で知られている。最終表記には、 上高地の上部に位置する槍沢と唐沢には山岳氷河が発達し最も拡大した時期には氷河末端が上高地最深部の予行にまで達していたと考えられている。最終表記から1万年以上経過した現在も氷河によって形成されたカール地形が残っている。気候は単体湿潤気候である。1月の平均気温は低く摂氏7.7度、最低気温は低く。 摂氏30度を下回り非常に寒さが厳しく日中の最高気温でも低く摂氏20度を下回ることがある。一方、8月の平均気温は摂氏19.7度で日中でも摂氏22度ほどに、しかならず夏季はかなり涼しい。一部で最短月の平均気温が摂氏10度に到達せず、ツンドラ気候となっている地域がある。 アズ川や大正地には渡りをしないマガモが住んでおり、ほとんどの個体は人を恐れない。日本猿も通年住んでおり、陶器は下北半島の北原日本猿よりも厳しい条件で、ある当地で越冬する。もともと、アズ川や大正地には、岩ナが優先種として生息していたが、1925年以降、川増、ブラウントラウトが放流された。現在では、岩ナと、 カワマス、ブラウントラウトの純粋種の他に放流された産業種の自然交雑種が生息し、イワナは優先種ではなくなった。ただし、自然交雑種の F1 は雑種強制の特徴が現れるが、戻し交配を含む海には雑種崩壊により生存性と繁殖力が極端に弱く、イワナ純粋種は存続すると見られている。上高地に生息する源氏ボタルが 人為的に持ち込まれた可能性が高いと、安曇野市が2010年12月11日に長野市で開いた研究会で民間の自然環境調査団体が発表した。源氏ボタルは2000年頃から安曇川沿いの池で確認されるようになり、上高地の水温は年間通して10度以下で、ホタルの生育に適さないが、この池は 温泉の影響で水温が高く、餌となる川にナも生息しており、ホタルが増殖する条件が整っていた。遺伝子解析の結果、すべて西日本に生息するゲンジボタルが起源の遺伝子であった。環境省が2012年に行った外来植物に関する調査では、特定外来生物に指定されている、オオハンゴンソウなど55種の外来植物が確認された。 日田山脈の主な山は日田山脈を参照。上高地からのルートでの徒歩での所要時間は、翔太家は上り3時間下り2時間、西穂高田家は上り5時間30分下り3時間20分、岳沢へは上り2時間40分下り1時間40分、徳高峠へは上り2時間下り1時間30分である。道路は松本市街や岐阜県高山市の方面に、 国道158号がある。なお、一部地図では、通行可能に見える上高地乗りラスーパー林道の、白骨温泉安房峠間は、2003年の、だれに伴う橋梁等の流出により閉鎖されており、通行できない。かつて、岐阜県側からのルートは、国道158号安房峠を経た99、檻の狭い峠道を大型観光バスが利合する、 難所であったため、降落シーズンには大渋滞を引き起こし、また晩秋から春にかけては、積雪のために、冬季閉鎖されていた。1997年に、安房峠道路が完成して、交通難が解消されると同時に、高山川から中の湯への通年アクセスが可能になった。上高地への足、アルピコ交通上高地線の電車上高地、バスターミナル。左奥は、 情報発信施設である、上高地インフォメーションセンター。中の湯から上高地へ向かう長野県道24号。上高地公園線は、通年で、マイカー規制が行われているため、一般車は通行できない。一般車は、長野県側の沢渡り駐車場か、岐阜県側の平湯温泉に近い赤んだな駐車場に、車を止め、シャトルバスかタクシーを利用して、上高地バスターミナルへ向かう。 観光バスやマイクロバスは乗り入れ可能であるが、土曜、日曜を中心とした特定日は、沢渡か平湯で、シャトルバスに乗り換えが必要となり、路線バス、タクシー、自転車、郵便物周配車両、緊急車両のみ、通行か。上高知への入り口には民間の警備員がおり、一般車両のご侵入に備えている。 照明と歩道を完備した新鎌トンネル開通後は、下記記載の冬季閉鎖期間中含め、どこでも上高地に入ることが可能で、バスがない時期でも積雪期の上高地に、どこで入る人が増えている。ただ、中の湯には一般向けの駐車場が存在しないため、中の湯までは、タクシー、松本鉱山の路線バス、中の湯温泉旅館に宿泊して、旅館の駐車場を利用。 いずれかの方法が使われる。また、鎌トンネル内は、傾斜が10度以上の急勾配であるため、自転車や徒歩では、やや難しい。ありがとうございます。